はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、また冬、系列、冬キリンですね。これは、昔、1年前かな、ぐらいに多分録画したと思うんですけど、動画上がってると思うんですけど、またね、飲もうということで、2014年バージョン。マイルドテイスト、冬季限定、アルコール度数 5%。第3のビールです。原材料が発泡酒、麦芽とホップと大麦とコーンと糖類。あと大麦スピリッツとなってます。結構ね、冬キリンってなんか、見た感じ、冬物語に似てるのかな？雰囲気がな。だから、生ビールかと、一瞬、疑うんですよ。冬物語は確か、生ビールなんですけど。ちょっと紛らわしいよね。結構ね。関係ないですけど、俺このビールの泡があんまり好きじゃないんで、この泡を出して飲むのが、泡を飲むのが好きじゃないんです。まずい。なんか、もごもごして嫌な。そんで今回のつまみは、はい、梅しばでーす。梅しば、カリカリ梅の。最高峰。うますぎ。梅酒はうますぎって。乾杯。甘い。甘いぞ。ちょっと甘い。これ冬物語じゃない。冬。あれ？さっき飲んだなんだっけ？冬。冬の贈り物か。に比べると甘い、甘さがある。甘さがある。ちょっとね、ここにマイルドテイストって書いてるけど、確かにマイルド、ほのかな甘さが感じられるほどマイルドですね。スイート、いただきます。やっぱりね、梅酒はね、裏切らない。結構ね、カリカリしないカリカリ梅とかもあるんで。でも梅酒はね、絶対このカレカレ感が素晴らしい。うまいな、やっぱり。やっぱり梅カリカリ梅は、あ、でも最近食ったんで、まあ、あれも赤いはずであると思うけど、梅トラ三兄弟つい最近買ったんですけど、
あれ舐めちゃいかない、いけないね。普通に美味しかったね。普通にカリカリするし。一番最近買って外れだったのは Amazon で買った、なんか爆弾梅ってやつ。あれがね、ものすごい外れで、ひどかったよ。あれはひどい。もうしなしな梅。8割型しなしな梅。8割どころか9割。しなしな梅。でも、でかさはね、評価したいんだけど。ただ、しなしなだから。ちょっとな。で、何度も思うんだけど、カリカリ梅のヘタってなんとかならないのこれ。作るときにこれ取ってほしいんだけど。梅柴さん。なんでこれ、カリカリ梅ってさ、だいたいヘタ、残ってんだろうな。これ、わざと残してんのかな。制作過程で撮るとかしないんだろうか。美味しい。梅柴はね、結構ね、そもそもでかい。これ見る限り。ただ値段が高い。150円ぐらい。じゃあ250円ぐらいするな。2、4、6、10粒ぐらいかな。10粒。か9粒ぐらい。しか入ってないんで。まあちょっと、ありたか。ではある。だけどね。うん。うん。うまい。うん。うん。失敗。ああ。まあでもこういうのはね、あんまり食いすぎると。よろしくないですからね。まあ、うまいんですけど。調子に乗ってると、ものすごい、ものすごい塩分。調子に乗ってくると、これ一袋簡単に食えるからな。やばいですか。うん。最近なんか、
暑い日もたまにあるんだよな。昨日暑かったんだよな。たまにね、今日は寒かった。今日はめっちゃ寒かったな。まあ、なかなか、あれだよね。あ、そうそう。有給休暇が義務化らしいですね。有給休暇の消化が義務化されるらしいです。噂によると。厚生労働省は企業に対して社員の有給休暇の消化を義務付ける検討に入った。社員の希望を踏まえ、年に数日分の有給を取得日を企業が指定する。社員から有給、取得を申し出る今の仕組みは、職場への遠慮から休みにくい。労働基準法を改正し、法的義務化することで、欧米より低い有給の取得率を引き上げる。と書いてありますね。まあ、俺もう全部取りましたけどね。有給休暇はだいたい半年で全部取る。うちの会社は、1年のうちに、結構有給休暇が取れない、上半期が取れるんだよ。下半期がちょっと取りづらくなるんで、上半期のうちに全部取っとけみたいな感じになってて、それでもう、11日あった有給休暇は全部もう取りましたね。もうすべて。もうみんなしても取るから。まあだから別に、で、まあ、働いてるとこは、まあ、あれなんですけど、北斗。ね、俺の、四つ目の、キノコの、あれが、サムネが、示す通り。北斗さん。最近、ガクトの CM やってますけどね。まあ最近新しいキノコが出まして。まあそれの制作というかね、あれを料理やってるわけなんですよ。霜降り平滝。なんか宣伝みたいになりますけど。別に俺は宣伝する必要ないんだけどね。まあ俺社員じゃないし、まあバイトみたいなもんです。簡単な話。準社員とかって、準社員っていう、バイトみたいなもんですね。パートみたいなもんですよ。まあでも、有給休暇はもうみんな取ってるからね。まあ、みんな取ってるって言っても、社員は取ってないけどな。そうか、そういう意味ではブラックかもしれんな。社員、いわゆる、正社員。正社員は、一切取ってないですね。一切取ってないですね。ああ。よく考えると、確かにそうだよな。俺も昔、社員だった頃、別の会社ですけど、社員だった頃、一切有給使えなかったもんな。そういえば。休んだ時、いわゆるなんか、風邪ひいた時とかしか使えなかったんですね。で、結局溜まりに溜まって、みたいなね。
ああ。確かに。パートとかさ、そういった奴らは結構取れるけど、有給休暇。ただ正社員はやっぱ取れないんだろうな。はあ。となると、これの制度が出ると、ほとんど、もう義務。義務化されたから、義務化されるならまあ、あれですね。社員もみんな多分有給休暇取れるようになるんじゃないですかね。なるほどね。まあ、ぶっちゃけ、まあ、なるほどね。まあいいや。まあ、社員がね、実際、まあかなり、俺らよか、金もらってますからね。準社員よかね。まあ、それでさらに有給休暇となると、ああ、やっぱり社員はいいな、と。いうことですね。まあ、義務化されるんだからな。かなり、待遇が良くなるね。この冬キリンは、まあ、普通だな、これはな。3433です。ご視聴ありがとうございました。